会社の生産性向上のために多大な時間を費やし、緻密な資料を作成したこの男、その熱意とデータによって虎の心を動かし、マネー成立させることができるのか。皆さんこんにちは、アイルエンジニアリングの高尾栄作です。それでは第1回春の大物品購入商談会を開催いたします。普段大きな買い物はできませんが、今回高額な商品、会社にとって必要なものをプレゼンしていただきます。社長と総務部の岡本さんに判断を下していただき、出資するか否かを決めていただきます。プレゼンが成功すれば晴れてマネー成立となり、希望の金額、商品を獲得できます。社長と岡本さんに納得していただかなければマネー不成立となり、この企画は不成立です。よろしいですね。それでは第一志願者の白川さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは事業管理部の白川より提案をさせていただきます。この男が虎たちに噛みつく、ではその一部始終を見よ。まず目的、ゴールトゥーリーチ、業務改善と生産性向上、特に積算見積もり業務で 15% 以上の改善を図りたいと思っています。この 15% という改善をするために、今回新型電卓の導入を考えております。特にこの中で5つの効果が期待できます。1、計算ミスの軽減。2つ目、入力速度の向上。3つ目、疲労を軽減。そして4つ目、電卓操作性の向上。そして5つ目、計算時間の短縮。現状把握、Understanding the current situation ということで、この10名の現在の積算業務の問題点を抽出し、パレート図に表してみました。その中でも特に 60% を占める計算ミス、ここに着目をして業務改善を図りたいというふうに思っています。この問題点の中で特性要因を分析しました。問題点、最も大きかったのは設備。その中でも電卓の押し間違い、押しても反応しないというところが非常に問題だということが分かりました。その中の主原因、メインファクター、実は積算業務をやっているにもかかわらず、使っている電卓っていうのがここにありますようなコンパクトなものを使っており、まあ、こちらに至ってはかなり小さく、まあ、私ではボタンがほぼ押せないというような電卓を使っているということが分かります。まあ、これによりミスが発生するということで、さらに計算ミスの主要因と対策を考えるために5つのパラメーターにのデータ取りをしてみました。特に4人に絞りデータを取ってみたところ、まず入力速度、入力時間、これは1日あたりの時間、そして使っている電卓の桁数、そして電卓のタイプ、そして BT 率、この BT 率というのはブラインドタッチ率ということで計算しております。そして入力ミス率。次にプロポーザルセレクション、電卓タイプが4つあります。1つ目、押しやすい丸い形状の電卓。2つ目、液晶がチルトするタイプ。そして3つ目、これは
いろんな計算が一度にできるということで関数電卓、そして4つ目、非常に扱いやすいフルフラットな電卓、この4つに絞ってみました。この中で評価をしてみますと、実はこの2番目、早打ち機能 2 key rollover の機能と角度調整のチルト画面、そしてキー形状の打ちやすいシリンドリカルキー、ここがポイントだということに気づきました。この2 key rollover 機能というのは、ここにありますように指を一つのキーを押しているときに次のキーを押してもちゃんと反応する。男は正確な早打ちができる機能であると豪語。そしてシリンドリカルキー機能というのは、キーを押す際に真ん中がへこんでいるような形状で隣のキーを押しにくい、確実にそのキーが押せるようになっているという配慮されたキー、ここもポイントだというふうに感じました。これでタイプミスが減らせるのか、虎は疑う。そこで対策の実施ということで Implementation of Measures、 この2番目の電卓、特に液晶の角度分、チルト部分を見ると132度から163度の角度調整ができるということが分かりました。さらに長時間計算をするということで、角度、最も最適な角度を計算により算出してみました。これは私の場合ですけれども、電卓から人間まで260ミリ、そして、着座の位置から目の高さまで、これが290ミリ、そして電卓の液晶の中心部分までが40ミリ。まだまだ続く数字の羅列、虎はどう思う。電卓の液晶から目の位置までが残り250ミリ、これを計算してタンジェントシーターで計算をして、アークタンジェントで計算してみますと、この最適角度が 43.8 度、まあ、約44度ということが分かりました。この角度設定ができるのはこの電卓のみということです。リザルトサマリー、結果をまとめてみますと、この赤字の通り、入力速度 6.5 秒が 6.5 打数、これは1秒間の打数ですが、それが 6.5 から8.6 に向上しました。そして1日の入力時間、これが 6.5 時間かかっていたものが 5.1 時間に削減できました。そしてブラインドタッチ率、32% だったものが 38% に向上しました。そして大事な入力ミス率、 43% あった入力ミス率が18% まで軽減し、入力ミスの改善率でいきますと 25%、 これだけの改善がされたということは、他のメンバーも同等に改善されることが期待できます。そこでこれらの結果が、このカシオ DT120GT2WayPower を1つ7700円を10人分購入すると77,000円、この投資費用でこれだけの改善が見込まれます。 Conclusion、 10台購入をお願いしたいと思います。以上が発表になります。よろしくお願いします。お二方いかがでしょうか。ご資料何時間かかった、これを作成するのに1ヶ月かかりました。あ、そうですか。はい、かなり夜遅くまで毎日頑張って作りました。電卓7700円12人分買うのに、はい、1ヶ月頑張りました。残業しました。しっかりまとめました。あまりの非効率さに虎は絶句する。それの費用対効果は、えー、
費用対効果は、今分かりません。この男、そこが知れない。虎たちは男に引き込まれていく。こう BT 率っていうのは、はい、この BT 率というのはブラインドタッチ率ということで、電卓をブラインドで叩けると、これが大変重要だということですどうやって叩くの？ブラインド。こうやって叩きます、はい、今現在はどのタイプを使っているんですか？はい、これのいずれかをみんな使っております。本当に？その、はい、そキーホルダーみたいなの誰が使えるんですか？これは、外に出る人が多い人がポケットに入れてですね、で積算するときも出して計算する。それを、はい、それは会社として問題ですね。はい角度はそこまで必要なんですか？この角度ですけれども、132度から168度、でさらにフルフラットでもテストしました。そうすると今度は液晶を見るために人間の姿勢が前になったり後ろになったりしますので、それによる疲労感というものが大変増します。私の場合にはこの 43.8 度、ここがポイントになっております。その角度でどう打つんですか？これはブラインドタッチしますので、こういうふうに、はい、もうすでに数十億となれば、はい、10桁超えてると思うんですけど、はい、それどうやってるんですか、ね？実は桁数が足りてない場合は、計算できてませんでした大問題ですね。業務こなしてねってことなのか。はい、9桁以上はパソコンを使っていました。はい、なるほど。それで生産性向上しますよと。はい、これ 15% 以上目標、 15% っていう根拠は、はい、これは Results Summary によって分かるかと思います。入力速度、そして1日の入力時間、そして BT 率、ブラインタッチ率、入力ミス率、これらの結果の改善が 25%。 ここから一人の虎が男に牙を剥く。そもそも入力ミスがすごいですよね。ミスしすぎですよね。はい、現状の電卓が問題があったということで、このために、入力ミスが多く発生していたということです。使い手の問題ではなくて電卓の問題と考えております。人ではなく、あくまで電卓に問題があると主張する男に虎が噛みつく。それ電卓使ってる人はじゃあみんなそういうミスをしたってこと？入力者にも問題があると思います。虎に論破された男、巻き返しなるか。電卓を使う時間って業務内で何時間ってありましたっけ？はい、1日あたりの入力時間、 6.5 時間、 7.2 時間、 6.3 時間、 5.2 時間、まあ、こういった時間数の入力時間1日 6.5 時間計算機打ったん？はい、何かしら打ってると。 6.5 時間、はい、1日何時間仕事でしょう？1日8時間です。昼飯以外は全部計算機。すごい、これ過剰アピールじゃないの？これ 6.5 時間 7.2 時間、 6.3、 5.2 時間、かわそうとしてません？トラ、怒涛の追求。大変申し訳ありません。これは実は繁忙期の時の最大使用時間がこの時間でございました。メインファクターとしてそういう列挙をしております。シリンドリカル機、はい、ちょっとどういうものかちょっと実際
ブラインドタッチでやってみてもらえませんか。はい、はい、ここにあります電卓、シリンドリカルキーっていうのはこう平行に見ていきますとキーがこのように R になっています。これを入力するときにというブラインドタッチが可能になります。はい、この2キーロールオーバー、はい、ちょっと実際やってみてもらえますか。2キーロールオーバー、はい、再度こちらです。見ていただきまして、通常キーの入力はというふうに入力します。今123って押してるんですよね。はい、133ってもうすでに間違えてますけど、それ電卓を変えても間違えるってどういうこと？人間のミスです、それではお時間となりましたので、虎のお二方が丸×で判断いたします。お二方の丸であればマネー成立、お一人でも×が出ればマネー不成立でございます。では判断をお願いいたします。お願いします。今回お二方の罰ですので、残念ながらノーマネーでフィニッシュでございます。白川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにその理由をお伺いしてもよろしいでしょうか。ありますよね、カシオ。今私どもみんなこれ使ってますけど。あ、はい、すぐ使います。これほんまにこれ1ヶ月かけて作った？でも4日ぐらいかかってます。4日？ふざけんなよ毎日2時から3時ぐらいまでかかりました。残業手当はちょっとカットですかね。かないでしょこれそんな。今回は残念ながらマネー不成立となりました。次回はどんな志願者が来るか楽しみですね。それでは。